侍ジャパン、高橋宏人投手、調べて分かった衝撃の数値、侍ジャパンに選ばれた中日ドラゴンズの2年目、高橋宏人投手、2022年シーズンの投球数値が衝撃的だと話題になっています。低投球界には到達しなかったが、90イニング以上投げた両リーグの55人の投手の中で、被打率は佐々木朗希の1割7分7厘、に次ぐ2位で1割9分3人 オリックス山本義信を上回っている三振割合を示す K% も佐々木に次ぐ2位の29.0と高く千賀と山本を上回っており打者にバットに当てられたコンタクト率では佐々木を抜いて12球団トップの66.1を誇った若干20歳の竜の若武者が日本を代表するエースになる日は遠くないのかもしれない。